星どれどれ。ああ、光を動かせる。すんげえ楽しい。よし、いいぞ。さあ、どうだ。ああ、つながったな。良さそうだな。姉さん、うまくいったぞ。関係ある？ああ、多分これはキリストとディスマスとゲスタスを表してるんじゃないか。じゃあ、白い十字架がディスマスだな。なら、黒のはゲスタスだ。レイさん、バケツを置いたときに上で何か動いたぞ。仕掛けとドアがつながってるってことか。よし、じゃあ上のバケツは OK。 そのままだ。これでいいはずだ。やってみるか。ほんじゃ、サムがスイッチ引くの？レイさん、見ろ、正解だな。来てるよね。じゃん。よし、立てよ。よし、やんのかな。オッケー。シンボルが回転するんだな。そういうことか。たまにあるシンボルが影と一致しない。できたぞ。おい、なんだ、見ろよ、石像だ。海賊の船長だ。アンモニー、ゴールドリッチ、アルバスナに、名前なんだっけ。そのアルバスナって男、どんな人？ガールジュの運命号の乗り込みだ。そいつがなんでエイブリーと。もともと処刑されるはずだった。戦闘中に逃げたガンズウェイブの回復を爆破した。で、エイブリーが連れてきた。その通り。あの男は実力でのし上がった男。その腕の剣士だ。それでいい。あとは光に当てるだけだ。よし。おお、また。
また出てきた。今度はどれどれ。ジョセフ・ファレル、ウィリアム・メイズ、ハリク・ビン・マリクとクリストファー・コンデル。あと4人か。マリクって男、ムーア人か。そう、ムーア人だ。バルバリアからハルバル。俺たちだ。お宝目当てだ。よし、影とどれくらい連れてるかを覚えておこう。やったな。で、最後の船長さんたちはリチャード・ウォン、エドワード・イングランド、そしてトーマス・テューブ。サム、見ろ、あそこに行けってことだな。よし、ゴールだ。見たか、エイブリー。